皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のしっかり稼げる教室集客のバイブルのテーマはやってみなくちゃわからないというお話をしたいと思います。コンサルティングをしているとですね、いろいろとこう話の提案とか私したりするんですけれども、例えばこういうことをやってみましょうとか、こういうことをやってみたらどうですかとかっていう私の経験値がベースにはなるんですけれども、こういう成功事例を聞いたことがあるっていう話をお勧めしたりとかすることがあるんですね。で、特にそのやっていただく、実践をしていただくクライアントにとって負荷が高いと思われることは必ず私がやってます。そしてそれをやった方がいいよっていうのは実際にやった状態で伝えるっていう感じですね。だからね、例えば YouTube1,000 本とかもやってるから1,000 本やって効果がこう見えるみたいなね感じで話をしたりとか、YouTube とかだって最初の頃は全然私何度もテイク取りましたからね、その時間がもったいなさすぎてもう原稿覚えるのをやめてフリーで話せるようになってから時間が短くなったっていう感じだったんで、そこはね結構大きかったですね。だから、YouTube 一つにしてもやったこと、例えばブログ 1,000 本書いてね 2,000 本書いてねっていうとやってます大概私。だから、しんどいなって負荷がかかることは自分がやってみてからじゃないと伝えないっていうのは私のポリシーなんですね。だからそんなのを伝えたりするわけですよ。そうすると「えっ?」とかねいう声、分かります。驚くのは驚く。特に数が大きかったりすると「えっ?」とか言って「いやそれできません」っていう人がたまにいるんですけど、でそうすると私は何て言うかっていうと「できないってどういうことですか?やったことがあるんですか?」って私聞きますね。要は昔やったことがあってそれが辛い思いをしたとか、こういう経験をしたから今回できないと思ってると言うんだらまだしもなんですよ。できない理由は何ですかっていうと「いややったことがないんで」っていう方いらっしゃるんですけどね、いややったことがなければずっとできないですよねみたいな、そんな話です。だからやったことがないからできないっていうのは全然若干きつい言葉で言うとですね、お話にならないですね。やったことがないからやるんですよね。でやるから経験値になるからやったことになるんですよね。ってことはやらないっていうことは永遠にやらないことになるわけで、やったことがないからできないのじゃなくてやったことがなくてもやるんだよみたいな、そんな感じです。だからできないって言わないで、やってみるっていうことですよね。でやってみてすごく大変で、改善案こんなこともしてこんなこともしてこれもしてあれもしてこうしてそれでもダメだったんですって言われれば私も納得します。やり方とか方法はお伝えするんですけれどもね。でもやってもいないことをできないっていうのは答えとしてありえないと思っています。それがですね、例えば私がもう無茶難題ビルの35階から飛び降りてみたいなそんな話だったら死んじゃうじゃないですか。そしたらやってみたことがないことをやってみろっていう話の領域にはなんないから極端な話ですね。 YouTube 上げようみたいな、でそこはやれないにしてもそれやったことがないからできないっていうのは理由にならないっていうことですね。私はよくなんでそんなにいっぱいいろんなことができるんですかっていう質問をされるんですけれども、嫌なことから基本逃げないっていうのを自分のポリシーにしてるんですね。嫌なことから逃げないっていうのは、真っ向から立ち向かうわけで、立ち向かうと心も傷つくこととか多いですよ。多かったです。特に会社員だった時には場合によっては当然上司と当たることとかもありましたしね、社長と当たることとかもありましたし、でそれを通すのが全てではないのも今なら分かります。そうだな、理屈で勝って勝負で負けるみたいなやつでしょうか。それは若かりし頃の私は分からなかったんですけどね。ただ何かしらそういう苦労をしたりとか負荷がかかるようなことをしたりっていうのを、経験して今があったりとかしているんですね。でその時に逃げないでやると次は経験値が入った状態でそれを迎えるので対処も上手になるし、どうやってそれをこなしていくかっていうことも、例えば時間が長かったのがもうちょっと短くなるとか、上手になっていくんですよね。だから1度目はね、時間がかかってもやんなきゃいけない。そしてそれが実際にどんなことなのかを理解しなくてはいけない。そして改善するべきなのかどうなのかっていうのをやった上で、まあ考えるっていう感じなので、真っ向からの否定はないかなというふうに思っているんですね。だからできないですっていうのを言った時に、あ、経験があるんだと思って、昔にやったことがあるんですかって私聞いたら、いやないですって言うから、なんかズコって感じなんですけどね。いややってみようよまずは、やってから考えようかって言って、話が終わるみたいな感じなんで、やらないことは結果が分かんない。やったら何か違う世界が見えるかもしれないので、やってないことをできないとは言わないようにしようっていうのは、ちょっと教訓としてお伝えしたいかなっていうふうに思いますので、ご参考になさってください。それでは。